んにちは、ゆきんこです。今日はグルガオンにある日本人向けのサービスアパートメント、アジュジャパニーズホテルのご紹介をさせていただきます。ぜひご覧ください。アジュホテルグループはインド国内に7つのホテルを展開するインド最大の日本人向けサービスアパートメントです。で、今日私はグルガオンにあるアジュさんにお邪魔させていただくんですけれども、その他にマネサール、あとアーメダバードというところにサービスアパートメントがあります。そもそもサービスアパートメントなんですけど、普通のアパートメントとの違いですね。サービスアパートメントの場合、家賃に水道光熱費、もちろん Wi-Fi 接続費、あとは家具家電とかも全部そもそもお部屋に備わっているので、引っ越したその日からすぐに生活を送ることができるっていうのがサービスアパートメントですね。その他もさまざまなサービスがまるっとついてます。ハウスキーピングだったりとか、いろいろなサービスを受けることができるっていうのがサービスアパートメントです。こちらがね、1BHK のお部屋です。でね、すべてのお部屋にはこうやってね、キッチンがついています。電子レンジ、この立派な炊飯器もついてます。ちょっとしたね、料理するのにすごくいいですよね。食器とかも全部ついてます。はい、そして寝室です。収納もたっぷりですね。バスルームはなんとね、TOTOさんのね、ウォシュレットがついてるそうです。これはね、ありがたいですね。そしてバスタブもあるので、はい、こちらがスタジオタイプのお部屋です。日本でいうとワンルームですね。はい、ワンルームのお部屋になります。じゃーん、十分な広さ。サービスはね、本当にね、もういろいろなサービスがあるので、ちょっとここにそのサービス出そうかなと思います。日本人向けのね、サービスアパートメントならではのサービスなんですけど、毎日日本食のね、朝食を提供しています。これもね、家賃に含まれてます。朝食付きですね。でね、毎日ね、日替わりでね、いろんなね、メニューがね、出てきて、日本食のね、朝食をね、食べられるとすごい羨ましいなっていう感じなんですけど、そういったのがあったりとか、で、アジュさんには日本人のコンシェルジュさんがいらっしゃるので、日本語でね、日本人同士、いろんなことね、インド生活のことだったりとか、ホテルのこともそうですけど、いろんなことをね、相談することができるっていうのは、とてもね、心強いんじゃないかなと思います。あとね、私がね、このサービスの中で、すごい羨ましいなと思ったのが、ランドリーサービスですね。もちろんね、ホテルとかにもあると思うんですけど、このランドリーサービスがね、家賃に全部含まれてるんですよ。何着ね、出しても無料なんですよ。無制限。羨ましいなと思いました。私もね、できることならサービスアパートメントに住んでみたいなってい
ていうふうに思ってます。夢です。はい、あと私がねちょっとまあ感じたのはスタッフさんがね、まあ、とてもね感じがいいというかすごくねなんかアットホームな感じで迎えてくださるのでそこはねすごい、まあ、なんか家に帰ってきてお帰りただいまじゃないですけどなんかそんな感じの雰囲気を感じたのでそういったところでもねこうインド生活のねいろいろな大変なこととかもそこでね癒されたりとかできるのかなというふうに思いました。はい、いかがでしたでしょうか。今日はグルガオにある日本人向けのサービスアパートメントアジュジャパニーズホテルのご紹介をさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。